Give me a break! どうも、クロちゃんです。サラ先輩です。メタロジさん二人が音楽中心に好きなものについて語っていくチャンネル、コア中。イェー。はい、今回ディスクレビューでございます。Bring Me the Horizon Post Human Survival Horror ですね。はい、リリースされました。2020年10月30日にデジタルリリースされたわけなんですけど、いや、本当に待ち遠しかったっすね。ですね。一曲ずつ、僕らが思った感想を述べていきたいと思います。それでは、やっていこう。プロデューサーにはゲーム、ドゥームシリーズで有名なミック・ゴードン氏を起用しております。はい、ではまず1曲目から。はい、ディアタイアリーですね。ヘビーになるとは思ってはいたんですけどね。ごめんけど、ここまでメタルに原点回帰するとは思ってなかったですね。めっちゃ2ビートだからね。そう。でも本当にこんな高速ナンバーは予想してなかったんで。いや、本当に見事にいい意味でね、予想の斜め上行ってくれたなと思いますね。やはり、ブリング・ミズ・ホライズンの作り出す作品は予測不可能ですよね。ブラストビートもかなり入ってますし、で、スレイヤーみたいにね、スラッシュメタル的なギターソロも入ってくるんで、チューンって。そう、2曲目のパラサイトイブへ繋がるイントロっていうね、位置づけなんだろうけどね、もはや1曲としてね、成り立っちゃってるんですよ。で、個人的には途中横乗りになるのとかがね、一昔前のファイルシースリープスみたいなニュアンスでね、良かったかなと思いますね。で、最後のビートダウンなんかは、パラサイトイブのブレイクダウンの変形バージョンかなという感じがあります。はい、では2曲目。パラサイトイブですね。ですね。オリバーさんは、ゲームのパラサイトイブ大好きらしいんですよね。インタビュー出てたね、これ、ね。そう。かなりニューメタルのエッセンスを感じるナンバーかなって思います。うん、もうね、This is War はね、ニューメタルなんですよ。そうね、ニューメタルでよく使われる、そういう単語になりますんで。それこそ、スリップノットのシックとかもそうですけど、うん、イントロは広角機動隊的なブルガリアンボイスから始まって、やっぱりね、ポストヒューマンという単語、それはね、広角機動隊サック2045からなのかなとか思ったりもしてますけどね。いいですね。まあ、サウンド的には2分42秒から始まるローカットされたさ、スカスカのエフェクトがかかったギターリフなんかがかなりニューメタルかなって思いますんで。で、ディン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 ってやつね。そうね。あれ超ニューメタルっすね。全体的にミック・ゴードン的デンションの音色を感じますね。まあ、サイレンの音とか、3分30秒ぐらいから始まるシンセの雰囲気とかもそれかなって思いますんで。この曲を一番初めにミック・ゴードン氏と共同制作し始めたらしいんですよね。シンセを途中で、ケツで切ってるんだよね、あれ。うん。でさ、あ、切るのとかたまんないんで。でね、サビのメロディーがやっぱり癖になるんですよ。イーブがね。そう、パラサイト、ムーフからの流れがね、めっちゃいいんだよね。はい、で、3曲目。はい。ではどうすね。で、僕らが今この動画を撮影している現段階では、Spotify の中では一番の人気曲となってますね、もうすでに。僕らはここが一応前作の延長線上に当たるトラックかなと思ってます。だからイントロのヒップホップっていうかトラップっぽさっていうのもいいかなって思いますんで。まあ、一回しか来ないんですけど。まあ、この曲も超絶キラーチューンですよね。そうだね。で、4曲目。オーベーイスね。で、ヤングブラッドがフィーチャリングしてますね。シングルでリリースされた当時、あんまりグッと来なかったんですけど、僕らは。うん、今更めっちゃかっこいいですよね。もうほんとスルメ曲かなって思いますんで。ですね。微妙と感じたのは多分リフの繰り返しが多かったからかなと自己分析してるんですけど、ダンサブルなね、ニュアンスもあって、すごいいいかなって思います、ね。まあ、ヒップホップライクな勢いで畳みかけるスクリームから、わかりやすいサービのオーベーイですよ、ね。で、その部分がやっぱり非常に緩急がついてて、いいかなと思います。デジタライズされたメインリフもね、今更めっちゃかっこいいんですよ。デルデデルデデンデルデデルデデン。まあね、この曲もドゥーム的なミック・ゴードン節を感じますね。やっぱりそのデジタライズっていう部分で。まあギターのエフェクトだよね。うん、全体的に音密度が少なくなる部分で、EDM ライクなベースブースト感のあるベースが入ってるのもすごいいいかなって思います。はい、では5曲目。イッチ・フォー・ザ・キュアですね。インタルードです。僕らは自他共に認めるブレイクビーツ大好きおじさんなんですけど、うん、この曲もゲームのサントラ的な雰囲気あるかなって思います。シアトリカルな雰囲気もありつつね。6曲目にね、繋がる感じなのもね、いい感じで、そのまま勢いで聴けちゃうかなって思うんですけど、もし今後ライブがあるなら、この曲を改造して SE とかにしてライブが始まりそうかなって思ったりもしました。うん、そうだね。はい、では6曲目。キングスレイヤーですね。フィーチャリングには皆さんご存知、ベビーメタルですよ。バチバチに日本語入ってましたね。将軍、鬼ですね。デーモン、火が忍ぶ。
デジタルな部分とバンドサウンドがうまくマッチしてる曲かなって思います、うん、見事に可愛いメタルと融合した曲かなって思いますね。サビのスーメタルさんの映え感がやばいですね。本当に合ってるかなって思います。Cメロに当たる部分でスーメタルさんのボーカルだけになるパートがいいですよね。やっぱこのアレンジはね、絶対こういうアレンジしてほしいなって求めてた部分かなって思いますんで、超絶歌い上げるパートってことですね。言うても歌のメロディーライン自体はしっかりBring Me The Horizonなんですけど、 Get The Fuck Up がね、なんともね、Bring Me The Horizonらしいフックが効いてるかなって思います。で、この曲も A メロでブレイクビーズなんですよね。そうだね。そしてガチ刻み、あのガチ刻みがね、うん、あの空手リスペクトなのかなっていうガチ刻みが入るんですけど、デン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 が入るからね、一瞬ね。この曲のグルーヴはちょっとセカンドアルバムのカムダウンとかチェルシースマイルを思い出しましたね。本人たちもスーサイドシーズンあたり意識したって話もね、出てましたね。まあ直接的に何かが似てるってわけでもないんですけどね、そのいわゆる B メロの Get the Fuck Up のところの部分のギターがやっぱりちょっとセカンドアルバム的なニュアンスかなって思ったりもしますけど、で全体を通して実はかなり繰り返しが少ない曲なんですよね、うん、アレンジが神と言いますか、1回目の A メロではブレイクビーツなんですけど後ろのリズムが、うん、2回目の A メロでは EDM 的な音作りの4つ打ちになるんですよ。そうね、ドドドドって。あとは基本的にリズムパターンも1回目と2回目で同じ部分なんですけど、うん、変えてきてるっていうか、具体的には2回目の B メロがハーフタイムになってますんで、うん、縦乗りになってます。まあ最後のブレイクダウンするのもね、うん、いいかなと思いますね。はい、では7曲目、はい、ワンバイワンですね、うん、この曲が一番ニューメタルですね。ですね。イントロのコード感ですよ、なんといっても、うん、その上にリンキンパーク的な冷たいシンセが重なってきますね。たびたびインタビューでリンキンパークへのリスペクトを語る BMTH なんですけど、今までは露骨な影響は感じさせなかったんですけど、うん、この曲はね、マジでニューメタルだなと思いました。リズムとかペーパーカットっぽいし、ね、そう、うん、そうだね、うん、ドドドッタドドッタねっていうのも、バンドメンバーが10代だった頃にメタルジャンルの中でメインストリームだった音楽はニューメタルなんですよ、やっぱり、うん、この辺は影響を受けている部分なのかなと思いますね。何よりね、ニューメタルなポイントは B メロのミュートね、ドゥン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 あのミュート感がやっぱりね、ニューメタル思い出しますよね、うん、と言ってもノバツインズの歌を入れることでただのニューメタルリバイバル的な曲ではなくなってますね、うん、そうね、まあ、そういう次元越しちゃってるかなって思うんで、うん、A メロのね、バックのシンセの音なんかはね、うん、まあ、バイオとかあっち系のね、うん、影響をすごい感じるかなっていう、うん、ホラーゲームっぽいもんね。ホラーゲームっぽいね。この曲の MV になりそうだよね、うん、そうですね、やっぱりキラチューかなって思いますんで、うん、4枚目と5枚目とのね、間のニュアンスみたいな音楽性だけど、うん、まあ、メロが圧倒的に強くなったかなって、うん、もうサビがニュアンス的にはティアドロップスとかがちょっと似てるサビのニュアンスなんだけど、やっぱりメロディーラインがね、全然違う。めちゃくちゃいいよね、うん、めちゃくちゃ洗練されてきたかなって思いますね、うん、で、一番最後、ルーデンスとのつながりを感じさせるのもね、うん、まあ少しなんですけど、ハッピーソングの延長線上感もある曲かなと思います ね。はい、では続いて8曲目。はい、ルーデンスですね。まあ、全てはここから始まったんですよ。Give me a break! ですね。まあゲームデストランディングのタイアップ曲だったんですけど、5日でこの曲仕上げたらしいんですよね、うん。ホテルで作曲してる様子とかが伺える動画とかもあったりするんで。ホテルでスクリームしてるんですよ。なんかね、A メロのね、ドッダーン、ドッダーンみたいなあのリズムがね、結構旅感があって、デスストと合ってるかなって思うんですけど、ね、この曲を去年聴いた時に、ヘビーになりそうだな、ブリング・ミザ・ホライズンとは思っていたんですけど、正直、うん、ここまでヘビーなアルバムを出すとは思っていなかったですね。はい、で、最後、9曲目です。One Day's Only Butterflies Left Will Be In Your Chest to Merge. ちょ、ブラブラブラ。相変わらず長いっすね。長いっすね。タイトルが。エヴァネッセンスのエイミー・リーさんがフィーチャリングしてますね。バラードですよね。壮大っすね、うん。映画のエンディングとかで使われそうなニュアンスかなっていう。まあ、映画っていう話で言うと、多分僕の個人的な感性なんだけど、これは。うん、結構アイルランド民謡感ないですかっていう、うん、あ、ちょっとタイタニック思い出したんですよね。あ、でもまあそれはちょっとある、うん、まあちょいスピリチュアルで神聖な雰囲気やっぱりあるかなって思うんですよね、うん、あるある、まあ、歌自体はクラシックなオペラみたいな感じではあるんですけど、はい、では一番好きだった曲、ワンバイワンですよ。はい、二人とも一緒でした、はい、ワンバイワンですやっぱりね、僕ら何度も言うんですけどニューメタルっ子なんで、うん、皆さんはどの曲好きでしたか、ぜひコメント欄に書いていってください。は
はい、ではアルバム全体のまとめやっていきたいなと思います、はい。まあ、曲と曲同士の連続性があって、気づいたら一瞬でアルバムが終わっていて、何度もリピートできる神版かなって思います。まあ、一曲一曲のクオリティもめちゃくちゃ高い。ストレートな楽曲が多くて、素直にかっこいいと思える一枚なのではないでしょうか。でね、全体的にニューメタル的なエッセンスが散りばめられていて、もう言うなればネオニューメタルっていうか、真の意味でのモダンヘビネスとかね。そうだね。昔セリフノットに日本の中でだけ使われてた言葉がありますけど、うん、もうなんか昨今のニューメタルコアとかとはまた全然違う系譜で吹き飛んでしまったっていう、うん、もう新世代メタルって感じですよね。そうだね、うん。まあ、これからも新進気鋭のサウンドで世界を魅了してくれることでしょう。まあ、最終的にどこにたどり着くのかが楽しみですよね、うん。なんかサイバー感が強い楽曲とかも今後増えてきそうなイメージはあるかな、うん。それこそ5曲目に近いようなニュアンスとかが多くなってくるんじゃないかなとかも思ってみたり。はい、で続いてサウンドプロダクション。まあ、サウンドプロダクションも洗練されてきてて良いかなって思うんですけど、うん、まあね、今後ですよ。この音作りがシーンのスタンダードな基準点になっていきそうだなと思ってます。うん。で、ボーカルに関しては、アモよりさらに歌い上げる力が強くなっていて、メロディーのね、種類がかなり多彩になってきてるかなって思いますね。うん、そうだね、うん。ここは超進化したね。なおかつ、BMTH 的なね、フックがね、健在なんで、キャッチでいいかなって思いますんで。うん、で、ギターは前作アモから引き続き、ジョワーンっていう感じのエフェクトがかかってるんですけど、前作よりはリフが前面に出てきてるかなって思いますんで、うん、それによりバンドサウンドとしての良さが際立ってきてるかなって思います。うん、で、リズム帯に関しては、分厚いデジタルっぽいドラムサウンドとベースが合わさっていて、通常のバンドサウンドの3倍ぐらい重厚な音圧を感じますんで、うん。めちゃくちゃ今回ローブーストしてるよね。うん、ドラムね、特に。皆さん試してほしいんですけど、うん、アモの音圧と聞き比べてほしいんですよ、うん。もうとにかくね、音がめちゃくちゃ太いんで、そうね、一瞬ドラムの音とかベースの音色が変わったりして、芸が細かいっていうか、いちいちエフェクトにセンスがあるんですよね。そうね。キーボードとプログラミングに関しては、まあドラムの音作りとかもね、そうなんですけど、うん、バンドサウンドの土台に電子音が乗っかるというよりは、バンドサウンドとエレクトロの境界があまりなくて、ミックス具合、マッチ具合がよりブラッシュアップされた作品になったかなっていう印象があります。まあね、電子音がね、あんまり浮いてる感じがないんですよ。そうだね、うん。で、どっちがメインに来てるかっていう印象もあんまないっていう感じだね。そうですね。で、エレクトロ要素に関しては、ゲームサントラっぽさが前面に出ている気がします、やはり。ここら辺もミック・ゴードンさんの影響なのかなとは思ったりもしますけどね。まあ、どっちが先かわかんないけどね、うん。こういう作品作りたかったからミック・ゴードンだったのか、うん、ね、ミック・ゴードンさんと一緒にやったからそういう作品になってたのかっていうのは、どっちが先かわからないけど、うん。はい、で、最後、タイトルから読み解くメッセージなんですけど、うん、まあ、世界がね、こういう状態じゃないですか、やっぱり、うん。感染後のゾンビアポカリプス的なサバイバルホラーな世界なわけなんですよ。うん、まあ、そこでの人間のあり方を問われている気がします。まあ、今回はサバイバルホラーっていうのが副題なのかなって思ってるんですけど、まあ、個人的な予想では今回が一番音的にも内容的にもまあ重くて、今後は人間の進化みたいなものが表現されていくのかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、そこに対して必要なものとか、うん、そう言われるとジャケットに原始時代的な雰囲気がある気もします。愛とか、なんかもう根源的なものをテーマにしたものもリリースしそうだなって勝手に予想してみたりとか、まあそういうのもね、うん、みんなで予想したりするのも楽しいのかなと思うのでね。バンド活動の中で様々な実験を繰り返してきたブリングミザホライズンなわけなんですけど、うん、進化はまだまだ止まらなそうですよね。あとね、クリエイティビティ爆発しすぎなんですよ。そうで、まだね、これからもあと3枚かな、あと2枚か3枚、全部で3部作になるのかな、うん、で、EP 発売リリースが予定されてるらしいんで、うん、まあ、ポストヒューマンシリーズっていう形でシリーズをリリースするって話なんですけど、リリースその都度動画を作っていきたいと思っていますので、はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。この動画が面白かった方はグッドボタンもよろしくお願いします。お願いします。 BMTH についてより掘り下げた動画もね、近日公開しますんで、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。しょ、せーの、ゲバー。